まおです。毎年ね、このぐらいの時期になるとインスタのフォロワー様から夏の発表会に向けての練習が始まりましたとか、あの配役が決まりましたっていうような DM をねたくさんいただくようになるんですけど、そこで今回は発表会のマナーというのについてお話ししていこうと思います。皆さんは発表会のマナーって言ったら何を思い浮かびますか？私はちっちゃい頃、発表会のマナーっていうのは教わったことはなくて、違反っていうか、まあ、ちょっと外れたことをしてしまって怒られて初めてそれがマナーだったんだって知るっていうことが何回かあって、でもこういうなんかバレエのマナーとかって普段の生活を送っているだけじゃ知り得ないようなことって結構あるんですよ。だから教えてくれてたらやらへんかったのにって思ったりしてたんですよね。で、皆さんにはねそういった思いはしてほしくないので、今回は私の経験からこれは絶対知っておいた方がいいって思うマナー8つを紹介していこうと思います。まあ、発表会って言うんですけど、コンクール等のね舞台全般で使えるマナーだと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、ということでね、8つもあるのでちょっとパパッと進めていきたいと思います。それではまずマナー1つ目、楽屋で荷物を広げすぎないです。まあ、発表会っていうのはね、大体大勢で一つの楽屋をね使うっていうことが多いので、なるべく自分の荷物はコンパクトにしておきましょう。あと人のものとごちゃごちゃになってしまって取り違えてしまうのを防ぐために、ピクニックシートのようなものを敷いたりして自分が使う範囲っていうのを決めておくといいかなと思います。次に2つ目、先生にメイクをしてもらう場合、必ずつけまつげは持参するです。まあ、お教室によってどこまで準備するかっていうのはそれぞれだと思うんですけど、つけまつげっていうのは人と兼用できないので、一回自分につけちゃったらもうそれは自分のものってなってしまうんですよね。だから何も言われなかったりとか、何もいらないよって言われた時にもつけまつげは必ず自分で買って持っていくようにしましょう。それでは3つ目、舞台裏をバレエシューズやトーシューズでそのまま歩かないです。発表会が行われるようなホールの楽屋とか廊下っていうのはワックスが塗られている場合が多くて、シューズのまま歩いてしまうとワックスがねシューズについちゃって、そのまま舞台で踊ると舞台で滑ってしまう原因となってしまいます。しかもそのワックスがリノルームについてしまって他人を滑らせる原因にもなるかもしれないんです。なので必ずブーティーなどオーバーシューズを履くようにしましょう。まあ、靴下のようなものとかでもいいと思うんですけども、慣れてない場合って脱ぎ忘れてそのまま出ちゃう可能性とかがあるので、絶対それがないブーティーとかの方がおすすめです。次4つ目、本番のタイツは新しいものです。本番舞台で身にまとうものは全て綺麗なものでなくてはなりません。特にねタイツっていうのは気づかないうちに穴が開いたり伝線してたりとか、あとチュチュと擦れて毛羽立ってしまうっていうようなこともあるので、本番には必ず新しめのタイツを使います。ただ私的には本当の新品のタイツっていうのは表面がツルツルしてて靴のかかとが脱げてしまいそうになるので、新品のまま何回か洗ったりしてから履くようにしています。またね、万が一のために予備も必ず準備しておきましょう。それでは5つ目、お衣装の下にはボディファンデーションを着用するです。まあ、特にね発表会の場合だと過信症なことが多いと思うので、なるべく綺麗に保つために汗がお衣装についてしまわないようにボディファンデーションを着てから着るっていうのがマナーです。まあ、そうじゃなくてもお衣装っていうのはこのボディの部分だったりとかお尻のパンツ部分だったりとかがチクチクしてしまうことがあるので、ボディファンデーションっていうのは持っておいた方がいいと思います。で、日本で売られているものは基本的に大丈夫だとは思うんですけど、もし自分の肌の色とボディファンの肩紐の部分の色があまりにも違う場合はメイク用のファンデーションを塗るだったりとかして自分の肌の色と合わせるようにしましょう。次6つ目、お衣装のまま物を食べないです。まあ、これはね当たり前ですね。これもお衣装を汚さないためのマナーです。まあ、本番中に自分の出番と出番の間にちょっと飲み物を飲むとかなら仕方ないとは思うんですけど、ご飯を食べる時にはね必ずお衣装は脱ぎましょう。メイク直しをする場合も脱いだ方がいいと思います。どうしても着たまま直さなきゃいけないっていう場合はバスタオルなどをここにかけるようにねしてください。それでは7つ目、お衣装のまま直接床に座らないです。これもね同じくお衣装を汚してしまわないためのマナーです。舞台袖は特に人の出入りが激しいので床がね汚れちゃっている場合があります。必ずブランケットなどを敷いてから床に座るようにしましょう。私はウォーミングアップの時に着ていたパンツとかを畳んでそれを床に敷いたりする時もあります。それではラスト8つ目、チュチュを着て狭い通路を通る場合、チュチュを上に持ち上げるです。舞台裏っていうのはちょっと狭い通路とかもありがちで、例えば下手から上手に行くところの通路がめっちゃ狭いとかっていうこともあるんですけど、狭い通路を歩く時にチュチュがこう壁に擦れてしまうとそれもまたお衣装が汚れてしまう原因となってしまいます。ですので必ずこうチュチュあるじゃないですか、これをこう下からこうグッと上に持ち上げてこうなる感じ、チュチュが
で、このまま歩くようにしましょう。またね、廊下でこう人とすれ違う時も、相手のお衣装の装飾に自分のチュチュの装飾がこう引っかかったりとかしてしまうことを避けるために、同じようにこうやって持ち上げて歩くようにしてください。はい、そしてですね、ちょっとプラス R で、これはマナーっていうわけではないんですけど、盲点というか、なんか準備の段階でみんなが気づきにくいかなって思うことなんですが、体のケアも本番のうちです。日本の発表会っていうのは本番当日の朝から通し稽古ゲネプロをやって、それでちょっと休憩して、その後夕方ぐらいから本番っていうようなスケジュールが多いような気がします。なので普段のレッスンでは1回しか通して踊らないものを、本番の日は実質2回通して踊らなきゃいけないっていうことになるんですよね。なのでね、思った以上に体が疲れます。だから絶対その朝からの通し稽古が終わってから本番が始まるまでの間に、体をケアできるグッズっていうのは何か持っていた方がいいと思います。はい、とこんな感じで発表会のマナー8つと、最後ちょっとプラス R でお話をさせていただいたんですけど、いかがでしたでしょうか。まあでもね、今回お話ししたマナーっていうのは、初めての方だったりとか、まだ発表会に挑戦して間もない方っていうのは知らなくて当然です。慣れるまでにはね、準備に時間がかかっちゃうと思うし、きっといろいろわからなくて不安になることもあると思います。でね、ちょっとここからまだ話が続くんですけど、今回ね、そんな発表会に出演される皆様のご負担をできるだけ減らして、舞台でベストなパフォーマンスをしていただくためのサポートをしたいという思いからできた素敵なセット商品というのを、私から皆様にご紹介させてください。じゃじゃん。いつもお世話になっているバレエショップシェリーさんから新登場したシェリーサポートセットシリーズ4ステージです。私ね、実はもうずっと前からこの発表会のマナーっていう動画を撮ろうかなって思ってて、マナーを思いつくたびにね、ノートに書いたりしてたんですけど、でもこんなことを話して、バレエの発表会って独特で怖いとか、準備するもの多すぎて大変そうとか、ちょっとマイナスなイメージがついちゃったら嫌だなって思ってずっと保留にしてたんです。そんな時にね、この舞台に出演される方のサポートをするっていうような商品が出るっていうことを知って、これがあれば解決できることいっぱいあるやんって思ったので、今回ご紹介させていただくことにしました。この今回新登場のシェリーサポートセットシリーズ4ステージというのには2種類のタイプがございます。まずはこちら、内容がタイツ、つけまつげ、エクソプラスキープカップブラ2種のセットになります。私の動画をね、よく見てくださっている方にはもう説明もいらないかなっていうぐらい、こう私がおすすめしてる商品がね、なんか入ってるんですけど、タイツは私が超気に入って履いているウヤモアのタイツです。着圧感が強すぎなくって、でも足が細く見えるっていうのと、生地が程よい薄さで筋肉の形がしっかり見えるっていうのが私的好きなポイントです。私これね、10足ぐらい日本から買って持ってきたんですけど、もうシーズン始まってちょうど半年ぐらい経つんですけど、未だに最初に下ろした3本を履き回してて、全部持ってるって感じで、結構ね、しっかりしてるので破れにくくて、あとさっき言ったチュチュとすれてモケモケっていうか、まあ、毛羽立ちにくいっていうのも嬉しいポイントかなって思います。で、次つけまつげっていうのはちょっと私はね、使ったことないんですけど、なんか根元がすごいしっかりしてるから何度でも使えるみたいで、結構こう重ね付けしてボリュームをね、出してらっしゃる方もいるかなと思うんですけど、重ね付けが必要ないぐらいしっかりしたボリュームで、すごくパッチリお目目になるのがポイントみたいです。本番の日にね、微妙なまつげだったらめっちゃテンション下がるんですけど、これはね、上にバチッと上がるみたいなので、よかったら使ってみてください。そして最後エクソですね。これはめちゃめちゃ動画で出してるし、詳しいことはね、こっちの動画見ていただけたらなと思うんですけど、履くだけでね、足が軽くなって楽になる魔法のソックスです。さっきも話したように、本番の日っていうのはすごい足が疲れてしまうので、通し稽古と本番の間に私は必ずこれを履いています。これ本当に人気でね、もうすぐなくなっちゃって、いつもなかなかね、入荷されなかったりとかっていう問題があったんですけど、やっとね、たくさん入るようになったみたいなので、この機会によかったら試してみてください。で、これにプラスでキープカップブラ2種ですね。2mm タイプの薄いタイプの方と 5mm タイプの分厚い方になります。これに関してもね、かなり詳しくお話しした動画があるので、それをご覧いただきたいんですけど、レオタードにこうやって貼るタイプのパッドで、私はね、本番の時に必ずアンダーウェアにね、このパッドを貼り付けてます。なんでかっていうと、こうアンダーウェアって、まあ、私が胸がないからかもしれないですけど、こう反るとね、すごいこの衣装から出てきちゃうんです、上に。でもこのパッドを貼るとそれがちょっと抑えられて、あんま上に出てこないので、必ずこれを使うようにしています。はい、そして次2種類目がこちらになります。内容がタイツ、まつげ、エクソ、ボディファンデーション、キープカップブラ2種のセットになります。先ほどのセットにプラスで、これも以前動画で紹介したんですけど、ボディサポートファンデーションが入っているセットになります。このボディファンはね、着るだけで体のラインが整えられて、お衣装を綺麗に着ることができるっていうものなんですけど、なんせね、この生地が汗をすごく吸ってくれるので、さっきのマナーの5番で話した、なるべく汗が衣装につかないようにっていうのにすごい最適です。しか
かもね、なんかレオタードっぽく可愛い刺繍っていうんですかねがされているので、楽屋でねちょっとだけこれになった瞬間でもうおしゃれでいられるっていうようなメリットもあります。どちらのセットも普通にバラバラで買うよりも合計で6050円もお得となっているみたいです。本当にね、たまたま私がおすすめした商品がいっぱい入ってるセットなので、これとこれ気になってんねんなって思う方とかはセットで買った方がお得かもしれません。しかもね、なんとこのシェリーサポートセットシリーズ4ステージ発売日がね今日からなんですよ。もうすでにねご購入いただけるようになっているみたいなので、気になった方概要欄に貼ってある商品ページからぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画を見てくださったこれから舞台に立つ皆様のご成功をお祈りしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。